はい、こんにちは、こんばんは。今回は先日ね、やりました GSX-R1100 のクラッチを組む編でいきたいと思います。で、使う工具の紹介ですね。まあ、大体一緒なんですけど、ちょっと増えてます。30mm のボックス、50mm のボックス、エクステンションバー、200N の、トルクレンチ、で、次にですね、クニペックスの、サークリッププライヤー。ちょっとね、普通一般的にはちょっと使わないんですけど、僕ナットを6ナットに変えてしまいますので、かしめるためにハンマーと、タガネというかポンチみたいなやつですね。で、センターのクラッチスリーブを固定する特攻です。鈴木純正だと思います。なんかこういうネジ切ったね、ボスつけとけばフレームに引っ掛けれてね、締めやすいと思います。で、クラッチの一番外の蓋止めるやつですね。これもちょっと本来はまたちょっと違う工具なんですけれども、まあもうないんで、もううちはもうこれで固定してます。これも端っこにね、こういうボス作っておけばやりやすいと思います。で、次でございます。クラッチはね、純正使うんで僕大体 FCC で設定あるものは FCC 使っておりますね。近年の混ざりで近年の表面処理、いいと思います。こっちの方がね、一応これで、全部検品しておくと、安心だと思います。枚数とか、肉厚、あとはね、梱包する際にね、やっぱ人間が梱包してますんでね、もし万が一ね、違うもの入ってない異形状のものがないかとか、一応こう測っておくと安心かと思います。で、スチールプレートなんですけどね、これとバッチンってぶち抜いてますんで、片面がパッツンってなってて、片面が、R がついてると思うんですけれども、そこをね、チェックしてみてください。入れるときはね、混ぜないようにっていう感じですね。こんな感じです。これ純正ナットの肉厚ですね。純正のナットが大体8ミリで、なんかテンションワッシャーですね。これが2ミリぐらいですね。潰してロック式に変えときます。安心安全かと思います。ネジロックはね、全部ちょっと取っちゃいましたけど、8ミリで、幅は一緒かと思います。で、クラッチのね、一次減速、一番のね、大きいハブ、これ入れていきます。で、センターの中子は全部取っておいて、で、オイルポンプとジェネレーターにしっかり、あとクランクに溝にすっかり当たって、向こうの面ピタまで行ってるということを確認して、組んでください。組んでください。おしたらバッチンってね、入りますね。あ、これごめんなさい、間違えました。スリーブはね、あとですね、先にベアリングを入れてください。先にベアリングを入れて、で、からですね、必ず保持して、向こうが面ピタに当たってることを確認して、入れてください。空いてる場合はね、ギアに引っかかったりとかしてますんでね、そのしめていらんことになります。で、まあこうシムが入りますね。シムというかワッシャーですかね、なんか当たらないように。で、次です。この前綺麗にした、センターハブですね。これぶち込んでいきます。綺麗になって気持ちいいですね。はい、入れました。スポで、テンションワッシャー入れて、ナットをつけて締め付けていきます。インパクトとかじゃなくて、外すときは別にインパクトでもいいですけどね、締めるときは、トルクレンチで締めた方が、確実かと思います。で、まあこんな風になってますんで、これパチンと当てて、これも2人いないとできないですから、2人いてもね、人の力じゃ抑えられないですからね。まあ、こうやって引っ掛けてしまえば、もう物理的にはね、もう動きませんので、安心です。一人でやるときも安心です。で、しっかりロックして、僕はこのね、輪ゴムみたいの作ってあるんで、これをパチッと引っ掛けてしまいます。まあ、テープとかでも別にね、動かなきゃいいんで、これでいいと思います。安心、安全、確実で、いきましょう。ね、こうロックしました。はい。で、ナットの締め付けトルクですね。まぁ、ちょっとね、いろいろね、謎が結構、軸系が一緒なのに、締め付けトルクがね、みんな違うという、よくわからないことがあったりとかしますんで、どうなんでしょうね。まぁ、80ニュートンから150ニュートンぐらいまで、なんか、すごい振れ幅があってですね、大丈夫かよとか、ちょっとね、毎回思っちゃうんですけどね、もう、K から N とか、もう140、150ニュートンとか、もう、
心配になるぐらい締めますからね。ちょ、締めすぎなんじゃないですかね。どうなんでしょうね。もうちょっと当時のデータなんで、まあいろいろねあるんでしょうけど、どうなんでしょう。で締めていきまーす。これね、逆から言ったんですけど、本当はこう体重かけ押し下げる方が力入れやすいんでいいと思います。僕ねあんまね力ないんでね、体重使って締めつけるっていうね、しっかり動かない、ぎゅーっとこうね納豆伸びる感じも感じつつぎゅーっとやっていきましょうね、という感じで、締めつけを完了します。で納豆はね、従来はロックナットじゃないんですけど、カシメナットじゃないんですけれども、僕はカシメナットに変えてますね。緩みやすい位置といったら緩みやすい位置なので、これにしておけば安心度は高いかと思います。今のね最近の現行のバイクからでも大体、カシメにしてますからね、いいかと思います。ドライブスプロケットもね、緩みやすいったら緩みやすいんですよね。まあ、これね結構かしめづらいんですけど、まあ、ここ引っ張いても回らなきゃいいんで、まあもう基本的にしっかり締まってるんでね、緩むことはあんまりないと思うんですけれども、このあれですね、アクセルオンオフ、動力のオンオフでですね、要は回り続けてるものが止まってまた回ろうとするときにこうバックラッシュ分ちょっとガタが付きやすいんですよね。それで緩むことがあるので、一応僕はこっちの方が安心かなと思って、だいたいロックナットに変えております。で後ろのなんかジャダースプリングですね、なんか昔はねこの人悪者扱いされたんですけど、なんかそうでもない気がするんですけどね、向こう側から押してくれるんでね、クラッチ板も離れやすいですしね、パーンってクラッチ切った時にパッて向こうに反力があるからね、切りやすくなるような気がするんですけどね。これ方向あるんでね、気をつけてくださいね。スチールプレート外周一番大きく押せる方向でね、一応ねこうセンターアームとか動きをちゃんと確認しながらやっていくといいでしょう。でスチールプレート、これまあバッチンって多分抜いてますんで、R がついてる方とパッツンと切れてる方がありますんで、それは揃えた方がいいと思います。まあこれ組み方によって結構ねみんないろいろあると思うんですけれども、まあエンジン側をR つけてる方が一般的に多いと思いますんで、僕はそっちで組んだりしてますね。また逆に全部揃えたらね、そのあれでしょう、切りやすいかもしれないですよね。まあ両方角取っとけよって言われちゃうとそれまでなんですけれども、まあなるべく揃えるようにしておくのがベターかと思います、ね、エンジンオイル塗りながらこうあとはパカ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 って入れていくだけですね。組むだけです。なんかねこれをやってると天ぷらさんになった気持ちになりますけどね、パッパッパってなんか小麦粉つけて次つけるっていうような感じでね、でこうやってあとは入れていくだけです。10枚10枚ですねっていう感じです。入り終わりました。構成部品はねそんな少ないんで楽ですよね。で上の蓋ですね、上の蓋これちゃんとね入るところにしか入らないんで、ちゃんとこうね形には意味があるということで手先で感じながら入れてあげると、よろしいかと思います。でスプリングですね、これも付属されますんで一緒につけておきます。別にエンジンオイル塗らなくてもいいですけど、なんかどうせエンジンオイルでしたるんだったら最初からもつけとこうかなという感じです。特に深い意味は、一切ございません。でね真ん中の50の2面幅50のバカみたいなのになってですね、でこっち締めていきますね。で本来のものではない特殊工具でやっております。まあ参考までに、まあ要は簡単に言うと蓋が回らなきゃいいだけですので、なんとなく径があってがっちり当たっていれば、OK です。まあ、これもね、同じく固定しましていきます。でね、締めていきます。100ニュートンぐらいですね、ぎゅーっと。
まあ、クラッチを下げるだけなんで、そんなね緩むかしじゃないですからね、テンション効いてますからねという感じで、閉まります。で、まあ、外して、まあ、組み付けが、まあ、大まかに、完了した感じですね。はい、でパッパッパーって拭いてね、一応マジックするのはなんかその今度バラした時にこの線ずれてたら緩んでるってことじゃないですか。まあそれの目安でもあるんですけれども、まあなんかおまじないじゃないですけど、僕は大抵塗るようにしております。であとはピン入れてワッシャー入れて ベアリング入れて蓋してって感じですね。でサークリップで蓋してっていう感じです。サークリップはね、入ってるか入ってないか分かんないときはこう半ちょっと緩める方向にやってスムーズに回るんだったら大抵入ってると思います。ちょっと面白いんでね、クラッチってどれくらい出てるんですかねっていうのをちょっとねやってみました。これ最初のクラッチの、マスターで押し付けるですね。まあ 1. どんくらいですかね、1ミリこれで 1.8 ぐらいですかね。この人の最初のセットは 1.8 ないぐらいですね。まあ、こんな感じでね、まっすぐ出ますんで、スムーズに動くことも一応この状態で確認しておくと安心かと思います。そんなにね、クラッチって実はね、飛び出てないですよね。まあ、ちょっとでもね、1ミリでも出れば、まあ、切れるっていうことですね。一番マスターをね、遠くする状態でも2ミリちょいぐらいしかなかったですから、クラッチ編、こんな感じです。よろしくお願いいたします。